すごく優しくて君じゃなきゃダメみたい、こちらとしてそんなつもりないけど君じゃなきゃダメみたい、いや、惚れてんじゃんってか聞こえてんじゃんそれ、君じゃなきゃダメみたい、頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、過ぎた宝でさ、明日の家の前通るわけだけど、意味を変わってんじゃんって拡大してんじゃんそれ、この際噂話だとタコキンと付き合いだとかもない、これか待ってらない、そう確かに君しかいない、ダメ。